国なのに出てきてないですね、まだあの辺の人たち。へえ、来ればいいのに、外部の人たちも来ればいいのに、そういう感じなんですか。いや、来れないのかな。いや、あれ誰がラスボスとかまだ出てないですよね。うん、でもまあ黒ひげかなって気がしますけど、エネル説ってのもありましたけどね。あ、月行ってますもんね。ウルージじゃないの。うっすらしかわかんねえんだよ、エネル。あの雷のおじさんでしょ。あ、そうそうそう、ゴムだから効かねえ。そうそうそう、いやー、へえ、ワンピース、ワンピースみんな詳しいですね。まあ有名な漫画一通り読んでるからね、俺。まあそうだね、だ詳しいね。あれ、全然なんだよな。漫画読まないの？漫画あんま読まないし、読むとしてもどっちかというとサンデーも、サンデー系もそんなの読んでなかったけど、うん、CT 言うんだったらサンデーだったかもしれないね。あ、うん、サンデーか。やっぱ戦うの苦手なのよ。あ、ダメなんだ。そう、怖いじゃないですか。怖い。平和がいいんですよね。落ち帰ってきて、うん、あ、もう疲れたなって時に戦ってほしくない。じゃあハイジじゃん、やっぱ。あ、でもハイジもでもいいですよね。戦うじゃないですか。うん、ロッテンマイヤーさんと戦う。まあそれは最終的にいい人なんだけど。サザエさんかな。ああ、サザエもちょっとなんか騒がしいですよね。こち亀とか。こち亀もいいけど、やっぱちょっと疲れちゃうかな。まず警察っていうのちょっとあんま見たくないんだよね。まあ、こち亀はセリフが多いですからね。Q さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。そうだから僕は平和なものしか読んだり見てきてないですよ。平和なもの。平和。あ、上条さんが。まあ、ああ、上条さんが。そんな感じ。好き。ちょっとね。好き。次高松さんですよ。なんかちょっとちょっとなんかわかんないけど、僕ちょっとなんかね、まぶたが落ちてきてるんですよ。高松さん、元気なやつやりましょう。元気なやつ。おいおいおい、今夜寝かせないよ。おい。え？今夜は？寝かせない。寝かせないよ。今夜は引っ張れね。ななくん、ついでに暖房切ってもらっていいですか？多分暖房が熱いんじゃない？元気なやつ言いましょう。元気なやつ。うん。あ、じゃあ、あれは？あのさ、ミスチルのさ、ワンピースの映画のやつ。ちょっと待って、あ、言われちゃうやつね。あ、はい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 、なんだっけ、ファンファーレ。ファンファーレですね。あれ元気出るの、確かに。あれ、スミカと、スミカ出てきちゃうね。スミカと平成ジャンプしか、あ、そうか、ファンファーレが英語なんだ。タカナじゃない。ちょっと松尾、俺付き合うからさ、もう一回さ、ハガレン読み直す企画しようよ。何、ハガレン読み直す？うん。ハガレンを一から？もう松尾と。俺だってハガレン読んだことないよ。そうだから松尾と。いや、もう戦いは勘弁してくれよ。隣で一緒の。一冊を読む。あ、それならまだいいけど。一緒に言い合いながらね、これ30巻ぐらいで終わるから。え、何、二人で一冊を読むってこと？一冊を一緒に隣で座って読み直す企画。で、うん、すげえ個人差スピードありません？ある。あ、困りますよ。めっちゃある。一回彼女とやったんですよ、それ。ほうほう。二人で読もうっつって、うん、まだ絵とか見てるからって。あ、ガンガン行かないでって。あ、なるほどね。ナオトがすごく早くて、うん、たまにこの漫画とか ネットでこう見せてくれたりして、うん、もう読み終わった？読み終わった？いや読み終わってねえよ。まだ1ページ目だよみたいな。急に松はびっくりするよ、遅いんですよ。そうね、うん、遅いみたいね、本当に。あ、グッサン労働の後って。あ、そうですね、上条さん。僕今日は出社です。5月7日までただもう出社しないです僕。おい、あ、じゃあもうあれじゃん。ひたすら在宅ですね。ファンファーレ。
って後の祭り、もう昨日に手を振ろう、さあ旅立ちの時は今、重たく沈んだ光を開け、秋もはさ当てどない流浪のため Nobody knows 後悔の末路、例えて言うとそれを僕はパルトマイムだ、見えもしないもんを疲れてにも登って決めて、やがて一人悲しめさ、そんなしてもこれでいいよ、そろちょっと待ってと言われたって、どっち行くんだと問われたって、答えはいいお風の中にあるんですね、いつの間にか大人になって、共になって失った宝物を探しに行こう、吹き荒れるよ今日も見通しの悪い海原で、みんな悪戦苦闘してるんだ、一人じゃねえ、頑張れ、歓喜の裏側で誰かが失くさった雨、それが僕でも後悔はしないよ、僕は僕さ負傷したって、僕も僕もよく知らなくて、ぐるぐる自分の尻尾を追いかけ回して、ひょっとしたらあなたの迷い込んでやしないかな、探してみる、まるで袋のネズミ、自分で自分を追い込んでた、さあ旅立ち
ちょっと元気出たな。ちょっと元気出たな。多分恐ろしいほど早かったですよねこれ、はい、しかもこれそうだ、歌詞割りがすごいあれ、はあ、入りきらなかった。よいしょ、背筋リセット。それ何最近やるけど、え、コルじゃん、やっぱりさ、あ、背筋リセット、背筋リセットね、背筋リセ、さあ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 、ね、配信で名もなき歌やった？やってない。あ、やってないんじゃない？やろう、僕ミッシェル知ってんの少ないからさ。あ、なんか喋ります？あ、そうね、よくん、え、僕が？あれ、それはあの、名もなき歌のエピソードがある。名もなき歌の、これそう、ちょっとエピソード探そう、なんか名もなき歌でしょ？ちょっと、なんか喋ります、面白いのこれ、僕すごい思うんですけど、A メロとかめっちゃ低くないですか？すごい歌いづらくないです？僕は、ちょうどいいっすよくやっぱ高いんだよこれ、うん、すごいこれ歌いづらいんですよね。あとなんかあるかな、あの早口のとこね、うんうんうん、え、息を切らしてさじゃないの？違う、うん、これなんでしたっけ？ずれた、それは終わりなき旅、そう思う、混同するんだな。あ、そうか、名もなきと終わりなき、なるほど。あー、そうかそうか、早口のとこがあるぐらいだねこの曲え、あるがままのやつ。そう、あるがままのやつ、あるがままのやつ確かにそうなんだよね。これ昔あの、ね、猿がバンパーのところでっていう、猿がバンパーのところ、猿がバンパーおお、来た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 、アワード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 来ましたね。じゃあちょっとやりましょう、何も言うことないしね。僕目を覚まさないといけないんですよ今、ちょっと目がね。ちょっとぐらいの汚れ物ならば残さずに全部食べてやる。 Oh darling 君は誰、真実を握りしめ、君が僕を疑ってるならこの喉を切ってくれてやる。 Oh darling 僕はの darling大切なものをあげ、oh oh、苛立つような街並みになったって感情さえもリアルに持てなくなりそうだけど、こんな不調和な暮らしの中でたまに情緒不安定になるだろう。でもダーリン共に悩んだり生涯を君に捧げ、あるがままの心で生きられぬ弱さを誰かのせいにして、でも孤独な夜はやってくるんだよ。 Oh darling このわだかまりきっと規制はしないだろう。 Oh oh いろんなこと踏み台にしてきたけれど、なくしちゃ
いけないものがやっと見つかった気がする。君の仕草が滑稽なほど優しい気持ちになれるんだよ。 Oh darling 夢物語会うたびに聞かせてくれ。愛はきっと奪うでも与えるでもなくて、気がつけばそこにあるもの。街の風に吹かれて歌いながら、妙なプライドは捨ててしまえばいい。そこから始まるさ。だからダーリン、この名もなき歌をいつまでも君に捧ぐ。 Yeah. 目覚めた。ちょっと楽しかったんじゃない。令和バージョンだったよ。令和バージョン、うん、ヨウ君たちもしや生まれてないんじゃないって。どういうこと？このなんか名もなき歌が出た頃って生まれてました。あ、ほんと？何年だ？何年だろう？ちょっと待ってね。98より前だったらそうですよ。名もなき歌じゃん。1996年。お前だ。生まれてない。ほんとだ。歌ちまったぜ。グッシャンはシャンシャイだわ。ジェネレーションキャップ。シャンシャイ。シャンシャイ。きついきつい。シャンシャイだって、グッシャン。シャンシャイ？僕、93年なんですよ。普通になった。普通に。普通、戻っちゃった。じゃあ、この曲と同い年。え？あ、93年？僕、93。あ、6年か、これ。シャンシャイです、僕。あ、なるほど。そこそこそこ。3歳ね。うん。そう、3歳ねじゃね。まあその頃僕が多分16歳ですよね。ずっと長いね。怖い。そういうことになりますかね。そう、ついに怖くなってきた。あ、不老不死になれるなら今すぐポチッとボタンを押して不老不死になりますよ。不老不死ボタン。本当は21で不老不死になりたかったんですけど、時代が間に合いませんでしたね。もう昔から思ったんですよ。小学校ぐらいから21歳になったら不老不死になるって。銀河鉄道39みたいになる。ああ、なるほど。もう来ちゃったね。来ちゃいましたね。年齢が。不老不死もない100年ぐらいやったら飽きそうですけどね。そうですね。ああ、まあ確かに、うん、さあさあ、あ、クロスロードね。そうですね、上条さん。筆下ろし。いや、上条さんのコメントよ。コメントよ。そんな急に。多分だから初めて弾いたやつとかそういう感じじゃないですか。うん、僕も多分そのぐらいの時代だと思いますよ。
ミスチルだらけの大運動会しますか。いいですよ。おー、いますか。あ、どう、これ切り替わってからにする。そのこといいか。まだ10分ある。まだあと10分。あ、10分もあります。ミスチルだらけって何。じゃあ上条さんの筆下ろし、ルッキンフォーラブしてきますか。上条さんの筆下ろしってちょっと話が変わってくるでしょ。問題あるな、問題あるわ。松は生まれて初めてギターボーカルでコピーしたの何。ギターボーカルで、うん、ちょっと気になる。あのね、玉置浩二の田園。ああ、あれが始まり。へえ、そうそう、そうなんだ。ちゃんとやったのはね、その前中学生の頃に長渕剛の乾杯もやったけど、母親に何やってるかわからんって言われたからノーカウント。ちゃんとしたのは田園だね。でんでく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 Not a game. さあ、でも大事だね、やっぱそういうさ、お母ちゃんからの一言。そう、中学生の頃だ、エレキ買って挫折1週間でやめたんだけど、ね、折れちゃうんだね。そう、1週間でやめる前に乾杯だけ弾いて聞かせようと思って、やったら何やってるかわからんって言われて、ごめんって、ごめんごめんって、それでやめました。やめたんだ。上条さん、分かってますって分かってますって。会うたびにいつも二
り歩んだ日々の答えを探してきたけど崩れてく音も立てずに果たせぬままのが胸の奥に秘めた迷いの中で手にしたぬくもりをそれぞれに抱きしめて新たなる道を行く Why yes, why yes 遠く思い焦がれて張り裂けそうな夜もこの手に受け止めの悲しみはやがて輝く未来へ Go away Why yes Go away Why yes 、yeah、そうですね上条さん12歳、僕もそうですね、この頃自転車で駅前の駅前のカラオケボックスに行ってましたね。高松さんの頃のカラオケボックスってもう今と同じ形式ですか？全然、だからもう100円入れて1曲200円とか。高っ。じゃあコンテナみたいなタイプですか？そうそう、コンテナみたいな。あれなんだ、200円入れて、すげー、なんか時間帯によっては100円だったりしたのかな、設定が。で入れた分だけ歌えるみたいな。ゲームセンターみたい。そういう感じでしたね。でもってことは1000円でも大したことできないですよね。そうね、うん、もうなんかね、朝早朝に行って1000円で10曲歌ってた気がしますよ。そうそう、12の頃だからね、4年前って話ですね時代の進歩は値段のインフレがすごいじゃあ次はイノセントワールドでしょ。そうしたらおお、だいぶ同会タイム入ったの。懐かしいな。一曲100円200円はびっくりしますね、本当ね。今だって平日の昼とかってさ、はい、フリータイム多分1500円ぐらいでいけちゃうんですね。もっと安いっすよ。もっと安い800円とかでいけるじゃないですか。そうだね、ね。1994年日本レコード大賞受賞曲。待って、あの当時の桜井の髪型にしなきゃ全然わからん。ここでこう分けてるやつしなきゃ。できねえな、これな。それ違う、シーソーゲームです。出すのかれぬ。ワン、ツー、ワン、ツー。出すのかれぬ街を背に抱き合えたあの頃が目をかすめる軽はずみな言葉が時に人を傷つけた。そして君はいないよ。窓に映る哀れな男が愛しくもあるこの頃僕のままで